Yes, Mom. You were absorbed. クライブ？どうしたの？ジム。なんでもない。大丈夫だ。もう逃げはしない。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。クライブ、どこか具合でも悪いの？さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからも、その事実から逃げ続けていた。だけどここへ来て、ようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣。あれは間違いなく俺だった。クライブ。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ。なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。ええ、探しましょう。二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくても、まっすぐに前だけを見て。昔から変わってない。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、チル。なぜここに。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままでは奴に。
誰だ、誰が一体こんなことをしやがったんだ。ウォールドの使いによればシドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたから見逃してやったものを、よくもあのネズミザムメが探し出せ、苦しめて苦しめて苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け行け、ただちに。これからどうするの？まずはイーストプールへ向かう。あの村のベアラーやマードック夫人のことを話さないと。彼らをシドのところで保護できればそれが一番なんだが。頼れるつてってところね。どうしたの？嫌な予感がする。行くぞ。
俺たちから逃げられると思ってたのか。奴隷不正がつきあがるな。死ねえ。対抗派は全員殺せ。対抗派だと、それは村人たちのことか。陛下のご命令だ。ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。アナベラ、まさかこれは母上が。クライブ、分かってる。今はこいつを倒す。バカ！
遅かったか。ガブ、クライブ、そうか、アナベラの差し金だったのか。俗領総督府の奴ら、ベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。ちくしょう。母上はベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを、彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。分かった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、後のことは任せてもいいか。はい、手帳に弔っておきます。すまない、頼む。よし、行こう。やっと見つけたぞ、シドの一味め。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃクプカ様に取り立ててもらえる。